はいどうも白滝です。ただいまの撮影時刻が8月の6日金曜日でして、イベントとねガチャ更新が来ました。いやこのね夏休みという時期にコナミさんめちゃめちゃ神イベントを出してきました。いやこれはマジでありがたい。ドリームキャラバンね、まあこれ無課金美課金者にとって神イベントでして、もうね走るべきイベントになります。で侍ジャパンも来ましたということで、お知らせ見ていきましょう。お知らせの方に来まして、侍ジャパンの選手のリアルタイム対戦での使用制限について、まあ、このね、告知が来ました。で、中身の方を見ていくと、すべての侍ジャパンの選手が使用不可だったんですけれども、それがね、変更されました。選手画像で侍ジャパンのユニフォーム写真を使用している、また試合中の 3D モデルで侍ジャパンユニフォームを着用している選手は使用不可。この変更のね、解説していきたいんですけれども、こちらね、2019年シリーズ2の侍ジャパンの山田哲人さんが登場しました。で1年後にですよ、こちら見てください、ユニフォームが変わっているんですよ。まあ本当であれば侍ジャパンのユニフォームだったんですけれども、権利上の問題で大体に1年後かな、1年後に普通の球団のユニフォームになります。このですねユニフォームがね変わるということは、権利が変わる、日本のね球団の権利になるということで、まあ、大会で使用できるようになりました。だがですね今現在ね着ている侍ジャパンはユニフォームがね侍仕様になっているということで、これはね大会では使えません。大体ですね1年後に侍ジャパンのユニフォームから今現在ね所属している球団のユニフォームに変更される、まあそういった場合は今現在ね開催されている2021年の侍ジャパンも使用できるようになりました。こういったね変更が来たことによって、今現在ね着ている侍ジャパン、まあ1年後にはね使えるようになります。8月6日のね更新にてなんとね侍ジャパンが登場しました。まあ、6日には第1弾、多分ね13日に第2弾、そしてマンスリーね発表されたということで、マンスリーは多分無料10連になると思います。こちらねマンスリー感謝祭、マンスリー、押せない、マンスリー感謝祭は侍ジャパン登場記念プレゼントスカード、これねハテナハテナが公開されました。選手に関してはね後に紹介していこうかなと思います。そしてガチャ内容は、まあ、いつも通りのね369で侍ジャパンの選手第1弾の選手が、まあ、1人確定で、10回目以降は S ランクの選手が出たら侍ジャパン第1弾の選手確定になります。で、まあ、いつも通りのね自チーム TS 狙い撃ちで、あとはドリームキャラバンイベント来ました。で累計報酬には S ランク侍ジャパン契約書、まあ、ドリームキャラバンはですね明日ね爆速累計回収、まあ、する動画をね投稿するのでぜひとも見てください。まあ、あとは99,999コインかな、まあ、集めるので、まあ、それをですね生放送引くので、ぜひともねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで選手見ていきましょう。はい、ということでソフトバンクの方から見ていきましょう。能力に関してはねシリーズ1通常バージョンからプラス1された査定で登場しています。まあ、能力に関してはね、まあ、いいんですけれども、何をね重点的に見るべきなのか、それがですね投手適性とポジション適性になります。まあ、侍ジャパンのね使用によってなんと千賀さん中継ぎ起きるようになりました。まあ、これね1年後なんですけれども、まあ、中継ぎのね千賀さんが使えるようになります。大会でも、まあ、ツーシームとかね球種の球威とかはまあ全くもってね変わっていません。特殊能力の方に関してもね侍ジャパン仕様の特殊能力そういったものはありません。なんとですね第3特度に対ピンチあります。ソフトバンクね2人目がね柳田選手になりまして、大会ねガチ勢じゃない方は、まあ、このね柳田さんはランク戦全国大会のタイブレイク杯、あとはですね、まあ、チーム魂杯、まあ、そういったものをね使えるので、まあ、狙うべき選手になります。デーブ1人目は平選手になります。能力に関してはね通常からプラス1されまして、まあ、適正はね中継ぎ適正抑えはありません。2人目がね源田さんになりまして、源田さんといえばサードを守っていました。まあ、守備適正見ていくとサードねついていますし64で、守備数値ショートは86になります。88であればね特殊 S できたんですけれども、でサードの源田さん、まあ、西武純正の方にとってはねもうめちゃめちゃ必須級の選手になってきます。楽天が浅村さんになります。プラス1補正によってなんとね称号でミーと A に乗せることができます。ミーとファーの AA、 守備のね適正に関してはほとんどね変わっていません。そしてパリーグのラストになりまして吉田正尚さんになります。エキサイティングプレイヤーとね能力は同じになります。
で、リーグの方を見ていきましょう。阪神がね、岩崎さんが登場しまして、プラス1補正によって79、73、66、称号でね、9位へ乗ることができます。投手適正に関してね、まあ、特に変わっていません。阪神2人目がね、梅野さんになりまして、通常からねプラス1された査定で登場しています。中日がね、大野さんになりまして、85、83、85のオールステータスへ、でね、中継ぎ適正がついています。まあ、大野さん、個人的にね、今欲しいのが大野さんになります。大野さんはですね、リーグ専用のね、選手になりまして、ツーシームがね横方向になったので、まあ、大野さん狙いで今回ねガチャ引いていこうかなと思います。広島1人目がね、森下さんになりまして、プラス1された査定で登場しています。そしてね、中継ぎ適正、まあ、個人的にね、森下さんリーグで使っているので、森下さんと大野さんが今回の狙い目になります。自分個人的には広島のね、2人目が栗林さんになりまして、オリンピックのイベントかな、まあ、それに能力が公開されていました。そのまんまで83、66、72で登場しています。投手適正の方に関してね、通常バージョンと変わっておらず、これね、球種の球威ストレートが C なんですよ。まあ、B 以上あってもいいんですけれども、これはね変わっていません。まあ、シリーズ2の栗林さんの方が、まあ、強くなると思います。そしてラストがね、ヤクルト村上さんになりまして、弾道パワーヒッター、これねシリーズ2から弾道アーティストになります。まあ侍ジャパンの村上さんが契約書で当たっても、まあそれはですね、シリーズ2の限界突破のために、まあぜひともね取っておいてください。まあアーティストとパワーヒッターであれば、アーティストの方がね、まあ強いので。はい、ということで侍ジャパンがね登場したんですけれども、今現在開催されているオンライン予選、今後ね開催されるオンライン予選、それでもね千賀さんとか柳田さんに使えないので、まあ今回はねちょっと30連だけ引いていこうかなと思います。自分はですね、オンライン予選のね大会の方も出場するので、まあ通常バージョンね、シリーズ2の柳田さんとか千賀さんを取っていこうかなと思います。ということでガチャ引いていきましょう。ということでガチャで、リーグ専用の選手かな、大野さん、森下さん狙いでガチャ引いていきます。で、後のエナジーはですね、今現在ドリームキャラバン、まあこれがね開催されているので、ドリームキャラバンで、まあ、エナジーをねガンガン使っていこうかなと。多分ね、無課金美課金者、まあ、サムライジャパンガチャを引くのではなく、ドリームキャラバン、ドリームキャラバン走ってください。まあ、シリーズ2に持ち越せても、まあ、シリーズ2の選手は1、2名かな、まあ、1から3、まあ、3名ぐらいなんですけれども、まあ、とりあえずドリームキャラバンはね本当に神イベントなので、無課金美課金者にとって、とりあえずそちらを、走ってください。もうガチャはいいと思う。正直侍ジャパンは2名当たればいいかな。第1弾で無料契約書で、第2弾で無料10連できるので、で2回目いきましょう。2回目、おお、大野さんか森下さんが欲しいところ。さあピッチャー調子くん、石橋貴明さんセレクションかな。まあ、あれで300連も引いたんで、さすがに引けないかな。あとはね、 OB か、まあ、リアルタイム対戦で言えば OB の選手がいるんで、サード中村さん、掛布さん、まあ、打者であれば、まあ、投手は、通常の選手の方が強いのかな。うん、2回目いきましょう。よし君が笑わない。いや、ドリームキャラバンまたね、99,999コイン。ん、あ、 B ランクも出てるやん。これ A ランクで出てるんかな。サムライジャパンの選手の A ランク、あれ B は出てるんか。 A ランクどうなんやろ、ちょっと確認してない。ということでラストいきましょう。3回目サムライジャパンの選手1人確定、森下さんか大野さん。よし君絶好調、絶好調議員いいよ。いや、サムライジャパンでも7月24か24、25で練習試合で、そこから強化試合が、その日に強化試合あって、で3日後ぐらいに試合があって、まあ、そこから即作れるんやね、写真とか。早いね、結構。3月とか。おお、浅村さん。いいよ、浅村さん。A ランクはないんか、これ。A ランク、ないっぽいな、これ。ということで、ラスト、いきましょう。大野選手。いや、ここで、ここで柳田さん。柳田選手、嬉しいけど、もう一番の狙い目。柳田選手大会使えないよね。で、今同値なんですよ。大会が今、柳田選手リアルタイムダイスのオーダーで、こちら使っていて同値なんですよ。いや、大会も使えないんで、ちょっと継承はさすがに無理かな。2体目作るっていうのも、まあ、個人的には考えます。柳田選手、いいね。こちらね、大会のオーダーになりまして、柳田選手先ほど当たりました。ほんで写真変更しました。まあ、こういった場合どうなんや、大会に戻る。大会は一応これ、これできるんかな、ちょっと今はやらないんですけれども、
写真変更した場合はどうなんやろ。これ予選は一応使えています。まあ、これに関しては多分書いてなかったよね、お知らせには。柳田選手多分オンライン予選から、オンライン予選では多分ね、コナミさんの方から、まあ、写真は変えてくださいと多分忠告は、まあ、されると思います。まあ、今現状予選では、まあ、写真はね変更はできると思います。はい、ということで8月6日の更新にてイベントはドリームキャラバンガチャ更新は侍ジャパンが来ました。まあ、この後ですね、生放送でドリームキャラバンね多分爆速累計回収すると思うので、まあ、ぜひともですねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回は以上。